はい、田村市農場の田村です、えー、今日はですね森岡ネギの、えー、と株分け、えー、あの家庭菜園の方たちともあの話すんですけどどのタイミングでやったらいいのっていう声があったのでちょっと今日はあのうちの森岡ネギを使って、えー、どのタイミングで掘り起こしてどのタイミングで分けるのかっていうのをやっていきたいと思います。はい、でこのの一つ株見た時に あの、こういうふうに、こう、株分けがもう、上の方から見て、なってるものを、え、引っこ抜きます。そうすると、このような感じになってます。で、こう、掘った時に、割れそうだな、みたいな感覚的にあるんですけど、根っこの、この冠がしっかりついてる状態で、こう、 ゆっくり割ってあげると、まあ、根っこついたままこういうふうに割れるので、で、次にこう、次の分岐あるんですけど、これはまだ、あの未成熟なので、えー、このままの状態に分けないで置いときます。こういう風うな感じですね。はい。で、これをまたですね、 あまり深くならない程度にちょっと土、避けて、まあ根っこ、こんぐらいですね。埋め戻して、やるとこれがまた、こういうふうになって、こういうふうにまた分かれてきますので、で、こうなったらまた、抜いていただいて、これはもうね、立派ですね。 こういう風にネギ分かれますのではいこれをまたいらない葉っぱを取って戻してはいでまた戻してっていう感じでそうするとこれもうどん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 次に次に分けしていくのでエンドレスでネギ苗が作れますので 種を取って、種をまいて、えっ、ー、と、本数を増やすやり方と、こういうような感じで分欠ネギ、葉ネギはよく分岐しますので、えー、こういうふうな形で株をどんどん分けてって、一本にして、また分岐させてっていうやり方もありますので、はい。もし、あのネギやってる方で、ネギ混み合ってきたなと思ったら、まあ、掘り上げてみて株分けしてもいいかもしれません。はい。以上です。